カリゴリン、柔道男子60キロ級、準々決勝、27日、シャンドマルスアリーナ。長山隆樹、28、イコール SBC 湘南美容クリニックイコールは、準々決勝で23年世界王者のガルリゴス、スペイン、に片手締めで一本負け。敗者復活戦に回ることになった。最初の4分間の中盤に、 締め技を喰らい、主審の待ての後も、相手が数秒ほど締め技を継続。その後、畳に倒れ込んだところ、失神していたと判断された。敗戦が言い渡されると、呆然。しかし、納得のいかない長山は握手を拒否。その後も不満をあらわにし、映像確認を求めて、 畳からなかなか下りなかった。会場からはブーイングのように指笛が吹かれ、早く畳を降りるように促された。約5分たち、礼をして畳を降りた長山は関係者と、待てって聞こえていたと話していた。長山は初戦となった2回戦でアウグスト、ブラジルと対戦し、延長の末、相手に指導3つを与え、 勝利していた。長山隆寿、長山隆寿、1996年4月15日、北海道美梅市出身。4歳の時に柔道を始める。愛知、大成中へ進み、全日本課で、世界課でで優勝。大勢高では全日本ジュニア、高校選手権などを制した。当該大に進学し、 一年時に世界ジュニアで優勝。四年時に十八年世界選手権で銅メダルを獲得した。両徳寺学園職員となり、十九年世界選手権でも銅メダル。世界ランキング一位にもなったが、ライバルの高藤直久との争いに敗れ、東京五輪代表入りは逃した。 23年からは SBC 湘南美容クリニック所属に、国際大会で着実に実績を残し、パリゴ輪切符をつかんだ。右組で得意技は背負い投げ、袖釣り込み腰、156センチ。